あなたはこの錆だらけの鉄パイプがアフリカ発のロケットだとは絶対に思わないだろう。廃棄されたドラム缶で作ったロケット本体に古い鋼板を改造した尾翼。地元の人はそれを 200km の地球低軌道に打ち上げたいと思っている。しかし、彼らのロケット発射センターはボロボロのブリキの家で、唯一使えるハイテク設備は、の数台の古い PC だ。一通り見るといささか不可思議だが、実際彼らはここですでに5機のロケットを打ち上げている。コカはコンゴロケット計画の主任技術者で、アフリカで最も宇宙に近い人と言われており、20数年にわたり、彼は廃材を回収して5機のロケットを作り、毎回飛ぶ距離を伸ばした。まだ宇宙には届いていないが、これはコンゴ航空宇宙産業の大きな飛躍である。コンゴの平均教育水準は低く、平均月収はたったの44ドルだ。だから他の多くの人からすれば、コカは典型的な真面目に仕事をしない人に見えた。しかし、彼は他人からどう見られるかなど意に介さず、一心に研究だけに没頭した。彼の夢は、コンゴの有人ロケットを作り、アフリカ発の宇宙飛行士を育てることで、夢は多かれ少なかれ叶えるにはお金が必要だ。彼は自腹を切って、この120ヘクタールの荒れ地をロケットの発射基地として買い、すべての準備が整った時、彼は自分の初めてのロケットを打ち上げた。結果多くの奮闘機と同じで、最初の打ち上げはうまくいかなかった。2回目のロケットでやっと高度1500メートルまでの飛行に成功し、それほど高くないと思うかもしれないが、当時はコンゴ政府を驚かせた。政府はコカの才能を非常に高く評価し、直接彼を科学技術部の補助研究員に任命し、ロケット研究の責任者とした。しかし、研究員という虚名以外、政府はコカに何の資金的援助も与えなかった。彼は自分のロケットプロジェクトを対流圏計画と名付け、3回目のロケットを打ち上げ。そして対流圏4号は、45秒で 15km の高度まで飛んだ。そこで対流圏5号を打ち上げるとき、コカはまた新しい研究を始めた。有人宇宙飛行の事前準備のため、彼はロケットに1匹の実験用マウスを乗せたのだ。しかし残念ながら打ち上げてすぐに、ロケットは爆発し、その実験用マウスは、コンゴの航空宇宙産業の犠牲となった。コカはすぐにまたロケットの研究に身を投じた。キンシャサの工場の中、全長15メートルのロケットは、すでに原型が整い、これが対流圏6号だ。それは三段式ロケットで、主な任務は衛星を宇宙に送り、コンゴ発の全貌写真を撮ることだ。工場には精密なデジタル制御設備はなく、大型の鍛造設備もなく、すべての材料は彼ら自身の手で作り出す。ロケット本体は排気ドラム缶を溶接して作り、尾翼は数枚の普通の鋼板を改造して作る。このようにしていても、制作コストは依然2万6000ドルにもなり、資金集めのため、コカは自分のロケット計画を社会に広めることにした。幸運にも、あるスイスの科学者が彼の夢と奮闘ぶりに感動し、躊躇なく5万ドルを投資し、さらに技術サポートも提供したので、これはコカにとって間違いなく大きな助けとなった。それだけでなく、コカの宇宙の夢は多くのコンゴの若者に伝染し、多くの大学生が進んで彼のチームに参加し、アイクはその中の一人だ。彼は、ここで仕事をすることにとても充実感を感じ、教室では学べない多くの知識を学んだ。今彼の最大の願望は、ロケットが順調に打ち上げられるのを見届けることだ。ロケットはすでに完成間近で、コカが塗装の準備をしているところだったが、彼が塗料店に行きロケットの塗料を購入しようとした時、彼は人の群れに囲まれた。この人たちは根本的にコンゴのこんな場所で、ロケットを作り出せると信じておらず、コカは以前の発射動画を見せて、ロケットの信憑性を証明するたなかった。コカが言うことに対して、多くの人は懐疑的な表情をした。長期間戦争と植民地支配の影響を受け、多くのコンゴ人は文化への自信を失くしており、白人は黒人に比べて優れているという奇弁さえ信じているのだ。コカのロケットを見て、彼らは黒人も他のどの種族と比べても劣るところはないと気づいた。だから彼らはみんなロケットが宇宙に上がる日を心待ちにしている。毎回打ち上げ時は数百人が見に来て、彼らは熱狂的に歓声を上げて祝い。この時、コカはロケットだけでなく、数えきれないコンゴ人の民族的自信に火をつけている。この7歳の少女でさえ深く感染し、アフリカ初の女性宇宙飛行士になることを決めている。対流圏6号の製作はすでに最終段階にあり、このロケットにはほぼ全ての人の心血が注がれている。それはまるで全てのコンゴ人の夢を乗せているかのようだ。宇宙への打ち上げが成功するかどうかはわからないが、間違いなくこれはコンゴ航空宇宙史上における象徴的な出来事である。